お久しぶりです。エネムです。今回は最近僕が読んでるクソやばい漫画を紹介します。現在、少年ジャンププラスっていうアプリで連載されているタコピーの現在って漫画ご存知でしょうか？最近めちゃくちゃ話題になってて、全話無料なんでぜひ読んでみてください。今日あたりね、第9話が更新されてると思うんですけど、マジやばいんですよね、この漫画。簡単なあらすじを紹介します。地球にハッピーを広めるため降り立ったハッピー星人タコピーは、笑わない少女静香ちゃんと出会う。どうやらその背景には学校のお友達とお家の事情が関係しているようで、無垢なタコピーが知るざらついた現実とは、衝撃のヒューマンドラマ、ここに開幕。こんな感じであらすじなんですけど、なんかちょっとドラマチックに思えるかもしれませんが、バチバチに打つ漫画です。いじめとか劣悪な家庭環境とか、はたまた死の描写であったりだとか、そういった描写が多く出てくるんで、過去に似たような経験があったり、苦手な方にはおすすめできないんですよね。でも内容はめちゃくちゃ面白くて、毎週更新されるのが楽しみで仕方なくて、誰かと感想を共有したくて今回動画で紹介しました。まあ、あらすじだけじゃちょっと内容わかんないかもしれないんで、僕が簡単に説明していきます。まず、静香ちゃんが笑わないのは学校でのいじめが原因ですね。また、いじめられる原因が家庭環境の問題であったりします。そして、地球にやってきた宇宙人タコピーと静香ちゃんが出会うわけですが、タコピーはなんとか静香ちゃんを笑わせようと奔走するんですね。でも、地球にやってきたばかりのタコピーはいじめというものを全然理解してなくて、なんで殴られるのか、悪口を言われるのか理解できていません。それでなんとか静香ちゃんを笑わせようといろいろやってみるんですけど、やることなすこと全部空回りして、状況はどんどん悪化していくっていう感じですね。どうでしょう、読みたくなりましたよね。 僕、こういうね、絶望させてくる系の漫画大好物なんですよね。えぐい内容と描写なのに、タコピーの気の抜けたデザインと喋り方が挟まってきて、なかなか読んでてカオスなんですよね。どういう気持ちで 読んだらいいんだ、この漫画はって感じ。まあ、冒頭でも言いましたが、全話無料で読めるんで、皆さんぜひ読んでコメントで教えてください。ではまた。